はい、皆さん、こんにちは。ジョーです。今日ですね、また、えー、ちょっとチャートを見ながら話をしていきたいと思うんですけれども、えー、ビットコインですね、また大きく、まあ、下げてきてます、えー。一旦ですね、4万2000ドルというところまで反発をしていたんですけれども、今現在ですね、3万8000ドルという感じのところですね、約10%ぐらいは落ちてきていますで。イーサリアンも一緒に見ていきたいと思うんですが、これイーサリアンもですね、 まあ、3,000ドルトライして、まあ、そこを抜けられずに今2600を少し割り込んでいるような水準まで下落をしてきていますで、えー、グラスノードですとかクリプトクアントっていう、まあ、市場のフローの、えー、データを見られるものをですね今チェックしたんですがやっぱりここ最近のというかこの約12時間24時間の間の、まあ、この激しい上昇っていうのは先物市場の買い戻しですねよくあのショートスクイーズっていうふうに言いますけれども 空売りを入れてた人たちが、まあ、この突然の上昇にたまらず、もしくは、ショート、空売り入れてたものを買い戻すと。利益確定のために買い戻すっていうのが、やっぱり入って、それで急激に戻したっていうのが、まず一つあります。で、あとは実際に現物でかなり大口の人たちがですね、まあ、拾っていったようなんていうのです、すごくツイートで結構今日出したと思うんですけれども、まあ、いわゆるクジラっていうふうに言われるような人たちが、まあ、今買いに入っているというのが、 まあそこでオペレーションとしてはあったというような状況なんですけれどもやはりそういったショートカバーとかがマーケットを引き上げるような相場だとその買いが収まってしまうとやっぱり垂れてきちゃうんですよねまあ現物での買いっていうものであればある程度しっかりとした実需の買いっていうのでまあそのいあのクジラとて言われる人たちだけではなくて結構やっぱりいろんな人たちが買ってるっていう状況もあるんですがえ先物市場が主導で 買うとなるとやっぱり今非常にその先物を取り消する上でののの金利っていいうのはめちゃくちゃゃく高いんでですねなのでそんなに長期間持つつもりもないですし、まあ、人によってはデートレするっていうのもやっぱあるのでやっぱりこういう感じで足が速くなってしまうような状況に今はあるのかなと思います。まあ、これは昨日本当に大きい暴落があったので、まあ、しょうがないかなというかまあ普通のことだなと思うんですけれども、まあ、こういったことを何回か繰り返しながら どこが底値なのかもしくはもっと下に行くのかっていうのを確認していくような今段階にあるんじゃないかなと思っています。はいまああのここ最近非常にですね底値もう近いんじゃないかっていうような動画結構何本か出したんですけれども動きとしてはやっぱり言ったように非常に大きな買いが実時で入ってきているっていうのは一つえ心強いところとあとはやっぱり、ね、売りが溜まっていたものが結構大きく測かれたっていうのは その全体のマーケットのポジションとして軽くなってますし、あとはやっぱり短期で非常に入ってた人たちがこの大きな下げで、まっ、あ、た退場させられたということもあって、まっ、あ、たみんながポジション軽くなって、もう一旦じゃあどうしようか、じゃあ買いから入ろうかっていうのが今やりやすいような状況にはあるんじゃないかなと思ってます。はいえー、今ポジション持って、まあ、いる方でどうしようかな、まあ、ちょっとも。 一旦ポジションを外したいなっていう方は、やっぱりこの4000、4万2千とっていうところと3万前後っていうところはやっぱり意識されますし、やっぱりこの時間になってくると結構やっぱ下がってきちゃうんですよね。今海外時間が非常に弱いような日が毎日毎日続いているんですけれども、まあこういったところを見るとまだやっぱり下に下がってくるっていうのはあるので、まあそんなに焦って本当に売る必要はないと思うんですけれども、まだダウンサイドの大きい リスクっていうのがあるんだよっていうのは頭に入れておきながらどこまで高値を欲張ってというか狙っていくかっていうのは少し考えた方がいいかなと思っています。でここ最近の今後のですね展開なんですけれども僕個人としてはもう一旦この辺りであのレンジで相場が推移しながら徐々に上がっていくんじゃないかなと思うんですけれども。 ただ上ががっっていいいくためのの大きななイベントっていうのが今やっぱりないんですよねビットコインに関してはもうほとんど今材料がないっていうのと、まあ、イーサーに関してはこのやっぱ7月のロンドンアップデートがあるのでそれに向けて市場が少し安定していけばちゃんと会話入っていくんじゃないかなと個人的には思っていますしまあ、あとまだまだイーサー2 0に対してのステーキングっていうのは継続して起こっているというのもあるので、まあ、この辺りはですね継続してやっぱり 安定的な買いっていうのは、まあ、ずっとずっと僕は入っていくんじゃないかなとは、イーサーに関しては思ってます。なので、少しやっぱり難しいですよね。買っても大きく戻すかどうかっていうのは、まあちょっとどうかな、今材料ない中で割安感でそのクジラの人たちは買ってきてるとは思うんですけども、じゃあまた短期に入ってくる人たちが何か理由があるかっていうと、やっぱテクニカルな要素しかやっぱりないなと思うんですね。 でそうなってくるとさっき言ったビットコインで言うと4万から4万2000のレンジっていうのを上投げしてこないと難しいと思いますしあとはイーサーで言うと3000ですねこの辺りを抜けてくれば、まあ、一旦上でもう少しトライしてみるっていう状況は出てくるかもしれないんですけれどもまあその辺りはちょっと様子見てという感じですねあとはニュースとしてちょっと僕が一つ注目していたものは えー、FRB、アメリカの中央銀行の方がですね、まあ、これ、連銀総裁なんですけれども、今回このビットコインの急激な上昇に伴って、まあ、システマチックリスクっていうのはないですよ、と。で、まあ、これどういうことかっていうと、まあ、ビットコインの暴落が他の金融システム、金融市場に大きな影響を与えることで、す、ま、べ、あ、て市場が暴落するみたいな感じですね。コロナショックの時とかっていうのはそうだったと思いますし、もっと言うと、 リーマンショック、もしかするとリーマンショックの時に取引してた人はなかなかあんまりもう若い人ではいないかもしれませんけれどもあの時はですね一つのアセットが下がったことによってマージンコールが起こったりとかいろんなそういう関連して売りが出てしまったことで市場全体が下がったというようなことが起きたんですけれども今回起きなかったんですよねなのでそれっていうのはこのビットコインに対して取引をする上で まあ結構ポジティブなニュースだったんじゃないかなと思っています。これまた別の動画をちょっと、ちょっと作ってあの出したいとは思うんですけれども、ビットコインがこれだけ急落しても、まあ、他の市場がある程度価格が保たれた、この暴落に引きずられなかったっていうことは、ビットコインって、あ、じゃ結構独立性があって相関のないアセットなんだなっていうようなことが今回非常に強く意識されたと思います。なので、ビットコインを投資して、かつ株式にも投資っていうのが、 まあ,ある程度計算できるようなアセットなんだなっていうのが、まあ、みんなの認識の中ではできたと思うので、まあ、この辺りは非常にまあいいニュース、まあ、投資家としていいニュースだったんじゃないかなと思ってます。はい、なのでまあこういったところを見てみると、えー、まだまだ何て言うんですかね、あのー、大きな下落をまあ意識はしつつあるんですけれども市場環境としてはポジションも かなり軽くなってきてますし、あとはこのビットコイン仮想通貨という投資資産に対しての、まあ、位置づけっていうのもマーケットとしては、まあ、一旦確認できたっていうところもあるんじゃないかなと思ってます。あとはですね、非常に、えー、まあ、なんて言うんですかね、あの、まあ、ポジティブな要素として、やはり、エーダですとか、まあ、そういったここ最近非常に注目されている、えプルーフ・オブ・ステーク関連の銘柄ですね、は、まあ、大きく上昇してきているっていうのも まあこれかなりポジティブな材料なんじゃないかなと思ってます。やっぱこういった時にはメジャーなビットコインとかまあイーサーっていうところが強く大きく反発してくるっていうのがおそらく株式市場でもあのメジャーどころかまずお金が入って安心感があるところにお金が入ってっていうところがメインだと思うんですけれどもまあこういった今テーマのようなプルーフォブステークの関連している銘柄っていうのがまあ急激に戻してたりもするのでこのあたりはまだまだリスクを 取ろうというものがですね、市場にとって、まだ気持ちの中にあるという状況だと思うので、リスクアパタイトという観点から言っても、まだ、何て言うんですかね、ハートは死んでないというような今状況にあるんじゃないかなと思ってます。なので、1週間とか、1週間、2週間様子見て、レベルがですね、大きく下がっていかないようであれば、今回の急落というのは一旦終了で,でもう一度上昇相場に戻っていけるような 状況にまああの体制が整いつつあるというような感じになるんじゃないかなと思ってます。まあ、少なくとも今週から今週末にかけての状況っていうのはまあ予断を許さない状況にはあると思うんですけれども比較的やっぱそういったあるところに対してまあ、一部ではあるんですけど資金が入ってるっていうのは一つ安心感としてまあ、確認するものとしてもいいんじゃないかなと思ってます。ちなみに僕が見てるものなんですけれども。 ADA、カルダのですね、ADA と、あとは Matic ですね、ポリゴンで、こちらは今後の、えっ、ー、と、ESA の、e サ a r の m の、まあ、ハードフォークのアップデートありますけれども、まあ、それと同じようなタイミングで起こるレイヤー r 2というところの拡張のところが、まあ、非常にここ最近意識をされていて、でそのまあプロジェクトに関連したコインなんですけれども、こういったところに対して、 今非常にやっぱ注目が集まっている中、まだまだリスク、このあたりだったら取ってもいいなというので、今、資金が集まっていると思うんですけれども、まあ、こういった今、非常にテーマのところに集まっているのは、やっぱりポジティブですね。はい。まあ、2回同じこと言いましたけど。<laughs> はい。ということで、えー、まだちょっと予断を許さない状況ではあるんですけれども、まあ、まあ、思ったよりは安定しているかなという感じですね。 ポジションかなり気になる方は寝る前に差し値入れたりとか、あとお仕事中も差しり入れておいたりとか、まあ、その買うっていう意味ですね。あの入れておくというのは一ついいあの手法かなと思いますので、リスクマネジメントをしっかりとするというのは重要かなと思います。ちょっとあの取引所によってはストップロスのオーダーが入れられないっていうところもあるので、そのあたりは本当に気をつけた方がいいと思うんですけれども、まあこういうチャンスの時でもあるので、 下でどっかで拾うっていうオーダーはま常に入れて出るっていうのもまあ一つありかなと思っていますはいえー、まあ、ちょっと今日は短い動画になりましたけれどもまた継続的に動画配信していきたいと思いますのでぜひよろしくお願いしますではまた次回の動画でお会いしましょうさよなら。